はい、ではテールウォークエラン SW 電動150の、あらかじめ本体に入力されたラインデータを使って、糸巻きの入力をする方法を今からお教えします。まず最初にあらかじめスプールに、糸を巻いて結んでおいてください。そして電源を入れます。コードを挿して電源を入れます。で、工場出荷時の状態ですとこのように、ゼロが並んでいる画面になるんですが、この状態で電源が入ったところの画面の状態でこのボタンのうちの真ん中と右側ゼロセットボタンとメモボタンを3秒間同時押ししてください。はい、この状態でライン入力の設定画面に入りました。この状態ではいくつかの、種類のライン入力のを選ぶことができます。あらかじめ本体に入っているラインデータとしては、PE0.85300m1号300m、1.5号150m2号100m があります。その他デモモードのための切り替え画面やスマート入力モード、こちらは長さや太さ関係なく糸巻きの入力が可能なモードですが、今回は1号 300m で設定していきたいと思います。ゼロセットボタンを押して1号300の表示になったところで本体のモーターを使って糸を巻いていきます。このように、目標の長さの15メートル手前でモーターは自動的に止まりますので、あとはハンドルで手で巻いてラインを最後まで巻き切ってください。画面上は300メートルで止まりますが、まだ実際の糸を300メートル巻き切ってない場合はもちろん最後まで巻き切ってください。はい、こちらで最後まで巻き切りましたので、最後に決定ボタン、メモボタンですね、一番右のメモボタンで決定を押します。これで数字が上がっていく画面が終われば設定が完了です。